単なるこう、ま、重度のがつくけどね。迷きで。重度のオタクなので。だから、あのー、どういう感じのこう、傾けかっていうと、それこそ、ま、自分もそうでしたが、中学とかの、こう、歴史の授業とか寝てたとかね。あのー、つまんないじゃないですか、授業ね。授業つまんないから、寝てたとか、そういう傾けに、こう、あの、中学生、あの、小学生向けぐらいの内容だけど、そういう内容っていうのをこう、あのー、紹介していくっていうね、感じなんですよ。よ なんで、全然その気軽に見てください。そういう内容もね。でしょそう、そう、そうみんな思われちゃうんですよ。そうなんだよね。そう思う、思うよね。やっぱそうか、そうだよな。<laughs> いや、そうだと思う。すいません。ほんと紛らわしくて。なんで、まあ、これこう、あのー、コメントそう以外でもね、こう見てる方を含めて、まあ、あのー、改めて申し上げておきますけど、そういうチャンネルなんですよ、ここ。そういうチャンネルです。<laughs> だから、 <laughs> でも、こう、そういう、こう、あの何、なにあの、人が、アンヤやってるっておかしいじゃないですか。そうね。だから、ちょっとね、でも、まあ、このゲームの攻略とかもやっぱきっかけになりますから、例えばこのアンヤまでやってるから、あのー、今日、あの、おゆうさんなんかもコメントいただいたと思うんで、それやっぱりこう、きっかけになるからと思って、ゲームの攻略情報とかそういうのも、あの、ちゃんと発信してるんですよ。もちろん。<laughs> あの、それやらないとやっぱりこう、あのー、広がりませんから。なんで、それはもちろんやってるんですが、 それと並並行行して、て同時ででやってるんですよそのこの2つともやってるみたいなのはなかなか発信者としてはいないと思いますが <laughs> なのでそのややこう子ども向けの簡単なですよほんと簡単な教養あの何歴史チャンネルっぽいようなことととそれと一緒に <laughs> ゲームの攻略をやってるという大変と特殊なチャンネルなんですけども。 はい。ということでね、もういいかげんちょっと1時になりましたので、あのー、せっかくなんで、じゃあ、まあそういう方もね、いらっしゃるということで、あのー、ちゃんとエンディングトークとしてもね、あのー、ライブ配信のタイトルになってるんですけども、まあ、あのー、ちょっとそれっぽい話もね、あのー、いろいろとこうしながらやっていきたいと思ってまして、もうこれで、あの、ゲームのプレイね、終わりにしますけども、せっかくなんでね、あのー、その関連のトークを最後にやって終わりにしたいと思います。あのー、ぜひね、興味ある方は、 <laughs> その辺も含めて聞いていっていただければと思います。はい。今日はですね、あのー、この大蔵武道人に登場する流派ね、様々なあ、実在した流派っていうのが登場するんですけども、その中の一つをですね、あの、エンディングトークで、あのー、もう少しね、細かく掘り裂いて紹介して終わりにさせていただきたいと思います。なぎなたと、えー、っと、刀で、まあ、刀もあったかな。はい。ちょっとこちらの画面にしてね、最後。 紹介をしして終わりにしたいと思いますうーんとえっとちょっと待ってねちょっと自分でねブログの記事書いてるもんですから大部分その内容を引用しながらお話しさせていただく形にねさせていただきますんでか先生みたいでかっこいいですねはいいやいやそんなことないです単なるオタクです でもオタクってね、結構ね、やっぱりね、こういうの好きなんでね。<laughs> オタクは割とね、まあ、ゲーム、ゲーマーの方はまあ、オタクって言えばオタクで形突っ込んでるかもしれないけど、オタクはね、こういうのはね、本当に。 よ,よく調べるんでね。はい。ということで、じゃあ今日はね、エンディングトーク最後のということで、えっ、ー、と、ライズ・オブ・ザ・ローニンに、えー、登場する、こう、流派ですね。まあ、このゲームはやっぱりですね、剣術の流派みたいなことが、あの、バトルスタイルとして入ってるっていうのがすごい特殊なゲームでね、あの、こういうなんか流派をね、ちゃんとゲームとして取り上げてるってのはなかなかないと思いますんで、まあ、せっかくなんでね、あの、ゲームやってる方は、こう、興味を持っていただきたいなということで、まあ、紹介をさせていただきたいと思います。あの、ライブ配信のタイトルになってるんで、あの、アーカイブとかでご覧になれるからね、こう 最低限この部分聞いていただければと思うので。<laughs> あと飛ばしていただいてもいいですけど。はい。北進一刀流についてご紹介したいと思います。えっと、北進一刀流ですね。江戸時代の後期に千葉周作というですね、あの人物が創始した剣術と、えー、なぎ術の流派になっています。本作はですね、千葉周作、あのー、ちゃんと出てくるんで、あの、おちゃんといるなって思って、あの、本作でも千葉周作出てくるんですけど、あのー、剣術とですね、薙刀のたの流派になります。で、これもですね、本作のゲームがちゃんと再現されまして、再現され ましてえー、刀と、あと、なぎなさっていうね、この二つの武器の、まあ、流派になってるんで、そういう部分でもね、あの、ちゃんと、こう、再現されております。はい。で、千葉修作、どういう人物だったかっていうとですね、この人は、こう、江戸時代の後期の、えー、剣術家でして、まあ、今日ではね、多少、まあ、漫画とか、映画とか、こういったエンタメ作品でもですね、取り上げられることがあるんで、まあ、ぼちぼち名前自由名な人物じゃないかと思います。まあ、歴史マニアじゃなくてもね、まあ、どっかで、こう、名前ぐらいは、 あの、聞いたことあるっていう方が、まあ、割といるのではないかと思います。で、あの、千葉周作はですね、江戸時代の後期に現れた、あの、剣術界のカリスマでして、この北進一刀流っていう流派は彼がですね、たった一代で、たった一代で創始したのが北進一刀流なんですよ。で、この北進一刀流っていうこう流派はですね、もう江戸時代の後期に瞬く間にこう、あのー、国内に広がりまして、まあ、国内最大級の、まあ、剣術流派になったということになります。 で、まあ、せっかくなんでね、ちょっと千葉集作についてね、ほ、掘りさいて、ちょっと喋ろうかと思うんですけど、あの、千葉家ってのはもともとですね、結構こう、勇所ある、あのー、家、いあのー、お家柄だったということなんですが、あのー、江戸時代の講義の時代には没落をしてしまっていました。 で、まあ、そんな没落した千葉県にですね、生まれた、あ、千葉周作なんですけども、あの、若くして、えー、剣術の才能をですね、あのー、もう、いかなく発揮をします。で、もともとですね、えっと、千葉県の家電だった剣術に、北新無双流っていうね、まあ、そういう名前の、こう、剣術流派があったそうなんですけども、まあ、この、北新無双流っていう、こう、流派を、まあ、子供の頃に学びまして、で、その後ですね、えっ、ー、と、一刀流っていう、こう、別の流派を学び、その二つの流派を、あの、合体させて、 で、えっと、オリジナルの北信一刀流っていう,こう流派をね、えー、完成させたというふうにね、言われております。で、まあこの北信一刀流ってどういう剣術なのっていう話なんですけども、これはね、まあスピード。 スピードですね。あの、あの、千葉周作がこだわったのはですね、剣の速さでして、あの、本作はこう、アクションゲームとしてもそういう性質っていうのがちゃんと反映されてるんでね、えー、すごくよくで,できてるんですけども、まあ、北新無双流と、あの、一刀流を収めた後もね、まあ、スピードがちょっと足んねえなっていう感じのことを感じていたらしくて、千葉周作は。で、この二つのこう、流派を合わせつつ、あの、剣のスピードを重視したね、えー、流派っていうのを作ったということなんですね。 で、本作だと、こう、手数に優れた流派っていうようなシステムになってるんで、まあ、あの、ちゃんとその辺も再現されているということです。で、あのー、 ま、あの、この北新一刀流を完成させた後はですね、あの、千葉秀作は、あの、諸国報道の旅に出まして、まあ、様々な、まあ、あの、多流時代ですね、同、えー、道場破り見たら、ああいうのに近いのかもしれないけどね、まあ、あの、多流時代を行いまして、こう、連戦連勝をしました。で、どんどんこう、名前が広がっていきまして、えー、もう千葉秀作っていう名前を聞くだけでですね、えー、弟子が殺到するほど、えー、文明が全国に届いていったということになります。 で、こうしてですね、あの、国内最大級の、こう、剣術流派になりまして、当時、この江戸時代の後期はあ、剣術の最、あの、三大道場って言われるね、大きな道場が、あ江戸にはありました。えー、これが、まあ、千葉周作の北進一刀流、えー、それから斎藤役道っていう人のですね、え新、ー、刀無念流、あと、えー、桃の井俊造っていう人の、こう、共神明治流っていうね、この三つなんですよ、ね。これがもう全部ですね、本作に登場する、まあ、流派になるんですけども、まあ、それぞれこう、えー、技の千葉、えー、力の斎藤、えー くだりの桃の井っていう風にね、もうこういう風にこう言われて、あの、棄権されていたということなんですね。で、こう、あの、千葉周作のやつは技の千葉だから、あのー、テクニックにこう優れてたみたいなね、こういう感じの評価を受けてた。 わけですけども。で、まあ、こうしてですね、あのー、文科生の数もね、すごいこう、あのー、広がっていきまして、えー、幕末期にはこう、有名な、あのー、幕末のですね、獅子も入門します。えー、有名なのはね、坂本龍馬ですね。あの、本作も、あの、坂本龍馬、北進一刀で使ってきますけど、えー、特に有名な坂本龍馬。他にもね、新選組の総長だった、ええと、 山並啓介とか、あまあ、この人物は本作出てこないかな。あと、えっ、ー、と、江戸城の無血会場に、えー、尽力した山岡哲舟ですね、えー。この人物は本作登場します。えー、こういう人物がですね、あの、北新一刀流の、えー、千葉の道場に入門して、この流派を収めていったということに、ねえー、なります。はい。まあ、その辺なんかもですね、本作にこう一部の人物はあ、ちゃんと、 登場しますんで、北進1刀流使ってきますから、結構ね。反映されているということになりますね。で、まあ最後になりますけど、まあ北進1刀流がですね。多くの門下生を集めた。 背景としてですね、あの、これ、ま、自分大きかったんじゃないかな、ということが、思ったことがあるんで、紹介しておきたいと思いますが、あの、千葉修作はですね、あの、下級の武士とか、あの、庶民にも広く門徒を開いたということがありました。あの、剣術の世界はですね、免許改伝というのがう一番上の階級になるんですけども、あの、この階級に至るまでの間に、こう、ランクアップしていく、 制度が、制度になっててね、最終的にこうランクアップして、一番最上位になると、免許改殿になるんですよ。なんですけど、こう、免許改殿に至るまでですね、ランキングがこう、アップしていくたびに、あの、道場にこう、謝礼金みたいなのをこう、払わなくちゃいけないっていうのが、当時のこの、あの、剣術界のこう、常識だったんですね。なので、あのー、結構ですね、金がかかったんですよ。あの、免許改殿に至るまでに。で、これどうしてもですね、こう、江戸時代っていうのは、戦がない時代でしたから、こう、武士は、 戦がないと、あの、なかなかこう、お金が稼い、お金っていうかその、まあ、収入がね、<laughs> ないんで、あの、剣術道場っていうのはこう、収入を、あの、上げるための重要なシステムだったんで、まあ、結構こういう金にがめついですね、あの、システムになっちゃってたんですよ。なので、あの、なかなかですね、下級の武士とか、ああ、庶民はですね、 えー、剣術をこう習うことが難しいっていうね、こういうことがあったんですが、まあ、千葉周作はですね、こういう,こう複雑なあの階級制度っていうのをこう最低限の3つに絞りまして、まあ、庶民や 下級武士みたいなね、こうお金ない人にもこう広く、あの、門徒を開いたということがありました。なんで、まあ、あのー、もともとその、あのー、剣術っていうのはこう一部のこう上流階級の、あのー、武士の人たちの中での、この、あの、技術だったんですけど、まあ、これをね、広く普及させたっていうのは、こう、千葉周作の、まあ、大きな功績だったんじゃないかなというふうに個人的にはあ思っております。まあ、もちろんその背景にはですね、あのー、国内最大級の門下生の数がいてですね、まあ、収入がすごい安定してたっていうことが、まあ まもちろん背景にはあるんですけどね。はい。え、またですね、千葉周作は、あの、自身が、あの、剣術の達人だったというだけではなくて、あの、指導者としても超一流だったというふうにね、言われています。まあ、なんか、論理的な、こうちゃあの、ちゃんとしたこう指導方法っていうのを、まあ、ロジカルに、あの、開発していってですね、あの、文科生がすごい、え、スピードで、え、上達できるっていうことが、まあ、あったみたいで、まあ、歴史上ですね、最も、こう、指導が、あ、上手だった、 えー、剣豪といいう,うに、ねえー、言われていますあのよくねあの日本の最強の剣豪って誰みたいなこういう話題になりますとですね、まあ、歴史マニアみたいなねそういうトークですけど、まあ、上泉信綱とかね、あのー、宮本武蔵とかこういう名前でよく上がるんですけど、まあ、あのちょっと視点がね、えー、変わりますが最もこう指導が、あのー、上手だった剣豪というそういう,こう、あのー、意味で言うと、まあ、これは千葉周作だったかもしれませんね。 それぐらい、まあ、指導が上手かった、剣豪だったということです。あの、ちなみにですね、その北新一党で言ったら、68手っていう、あの、基礎体系の、あの、いろんな、こう、型がありまして、で、これが、まあ、あの、現代の剣道に、こう、最も、え、あの、影響を与えたというふうにね言われています。なんで、あの、僕はちょっと剣道、わかんないんで <laughs>、よく知らないんですけど、まあ、現代のこの剣道のね、いろんな、こう、型ってある、 と思うんですけど、そのほとんどは、まあ、北進一刀流の68手っていうね、北進一刀流のこの型がありますけど、まあそれがこう元になっているというふうに言われているんで、まあ剣術、剣道か、えー、剣道のもうルーツというふうにもね、言えるかもしれません。はい。えー、というわけで、えー、今日はね、エンディングトークということで、北進一刀流、それからまあ、あの、関連で千葉修作についてね、お話をさせていただきました。まあこういう感じのチャンネルということでね。<laughs> はい。<laughs> 大丈夫かな ご理解いただけまししたでしょうか、ねまあ一応こういうのをこうしゃべりながら、まあ、同時にこうゲームの攻略とかもねやっていくみたいな感じですんで、はい、あのー、まあとりあえずあのー、ライブ配信の、まあ、今回エンディングトーク一発目ですけどね、えー、こういうお話をさせていただきましたはいまいえいえとんでもないです まあ基本的にはそのゲームの攻略とかね、普通にやっていくんでね、そういう内容も混ぜてですけど、まあこういうのもこう含めて、ミックスでえやっていって、あの、まあいろんな視点からですね、興味持つ方が増えたらいいなという、そういうこう、あの、まあ、あの、ゆるい感じでやってますんで、まあぜひね、まあ別にこうゲームの攻略についても、えまた視点を変えたらですね、あの、当然、別にこう、こう、ガチンコの教養チャンネルとかそういうあのノリでもな何でもないんでね、あの、歴史とかそういう、 部分についてもね、全然こう詳しくない方でも全くあの構いませんのであの、ぜひね、お気軽にこう、あの、聞いていただければありがたいなというふうに、ねえー、思います。はい。だからね、こういうのね、やっぱりね、ゲーム作品とかがあると、それをこうきっかけに興味を持つ方が増えると思うんで、あの、すごくね、重要だということなんですね。はい。と というわけで、えー、今日はね、北進一刀流についてお話をさせていただきました。またですね、あのー、いろんなこう、流派の話ありますんで、そういうのとか、あのー、幕末とはどういう時代だったのか、あるいはこう、今作に登場する幕末の登場人物ですね、掘り下げたりとか、いう話も今後、えー、やっていきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。